近世人物史、徳川康姫君が、康姫慶応4年5月1日は、11代将軍、徳川家成の21女、母は、即室、おみよの方、13代加賀藩主、前田成康の正室で、14代加賀藩主、前田義康、11代鳥取藩主、池田慶應の母、忌み川智子、隠号は、慶徳院、12代将軍、 徳川家吉のいぼいもとで十三代将軍、徳川家貞、十四代将軍、徳川家持のおば、内閣総理大臣、この絵ふみ丸の外ひいばば、文化十年、江戸城を奥にて誕生する、文化十四年、五代所、茂姫御用となる、文政六年四月十一日に、加賀藩主、前田成康との婚約が整い、文政十年十一月二十七日、十五歳で、 引き移し婚礼を行った。この時、本郷の加賀藩城屋敷に建てられた安姫古典の正門が現在の東京大学赤門であることは有名である。結婚後、安姫自身は加賀藩に溶け込もうと努力したが、多くから付けられた安姫付きの女中たちは存在で、加賀藩の女中や藩士を馬鹿にすること甚だしかったという。一方、 安姫自身が夫を軽んじていたという話も残っている。成安との間に、天保元年に着死、着子、犬千代、天保三年に、駒次郎、天保五年に亀丸の三男を産む。釣次郎は誕生の翌年溶接したが、犬千代と京子頃丸は成長した。父、家成の死後、幕府への権力保持を狙った母、おみよの方によって、 長男の犬命を将軍刑視にする企みがあったが、これは高大院や水野忠国、異母兄である将軍家吉をはじめとする幕府側によって阻止された。この後、安姫は実母のおみよの方を引き取ったが、この費用も犯罪性を圧迫し、安姫はますます加賀藩士の恨みを一心に受けることになった。永元年、李順が鳥取藩に幕名で養子縁組された。 同族でない戸様大名同士の養子縁組は異例であったが、将軍の孫である、李順を部屋積みのままにしておくわけにはいかず、安姫の願いもあり実現したという。しかし、鳥取藩主となった喜び栄は2年後の加盟3年、初めての国入りの途上、17歳で死去した。毒殺の噂もあり、安姫はこの死を深く悲しみ哀悼の和歌を読んでいる。文久2年うう8月。 文久の改革により参勤交代制が緩和され、大名祭司の国元居住が許可されたが、安姫は将軍家や母、おみよの方との義理からすぐには帰国しなかった。翌文久3年3月、安姫は帰国費用として幕府より3万5千両を借用し、盛大な行列を組んで4月3日に、江戸を出発24日ツバタに至り、出迎えの吉安と対面し、 金沢城二の丸五公式に作られた御殿に入った。しかし、現氏元年九月、金門の変後の情勢により、幕府が参勤交代制を元に戻すと、安姫は江戸に戻りたいと申し出た。金門の変では、加賀藩正史である長男、吉安が御所警備の任についていたが、病により退去したため、長州藩が後の内通を疑われ、砂漠派の夫、 成りが義しを禁止させた上で、義しの側近を倒幕派として処罰していた。こうした不安定な世情であったため、成りは江戸に戻ることを止めたが、安姫は10月24日に金沢を出発し、11月22日江戸に到着した。慶応2年4月、成りが隠居し、義しが藩主となる。幕末になると、加賀藩では新幕派の隠居。 成安と尊王派の藩主、吉安との対立が激しくなり、百万国の大半でありながら結局政局に何の影響も残せない結果となった。加賀藩士の多くは、戦術したような安姫取巻の戦王もあり、この結果を招いた主因が将軍家の娘である、安姫にあるとして、非常に恨んだ。慶応4年1月に母親戦争が始まると、江戸は危険だということで、 同年3月4日、吉安が聖母である安姫を江戸から金沢に移したいと大上官に届け出て許可される。江戸に出された死者は安姫に向かい、死急にお帰りあるべし、さもなくては、利縁なさるべき胸を背であると告げた安姫は母、おみよの方と別れ、すぐに帰国の途に着くが、一行が泊まり町に達すると、夫、成安が派遣した、本田図書が出迎え、 安姫付きの徳川家の家臣、次女に対して、徳川家臣を入国させるわけにいかないので、江戸へ戻るよう申し渡し、金子の目録を渡した。安姫には成安から長い手紙があったが、安姫は目を通したものの、言葉を発することはなかったという。3月24日、安姫は、金沢城の金谷御殿に到着した。それからわずか1ヶ月半余りの5月1日に、死去した。 去年56、墓所は野田さんの前だけ墓所、将軍家なりが初大名に嫁がせた多くの即女は、実家を傘に来て、夫をもしのぐ勢いだった。しかし成安は、たとえ将軍家の娘だろうと、妻は夫に従うべきであると、婚礼の翌日高刈りから帰るなり、安姫に自分の通りを脱がせるように命じた。それを断るようなら、離別するつもりでいたところ、 安姫が嫌がりもせず庭先に降り立って、成安の草履を脱がせたため、以後二人は仲睦まじくなった、という逸話を描いたもの、ありがとうございます。